第17節徳島対町田、まずは前半の38分のシーンです。オフサイドになりましたが土井の伸身がありました。そうですね、セカンドボールを奪った後サイドへ展開、まあ、サイドからのクロスも早いタイミング、素晴らしいボールでしたけどね、少し、出てましたね。そして続く39分、これも町田のチャンスシーンです。富樫が受けて流れて、そしてこの位置から再び土井だったんですが、これもねキーパーの正面惜しかった。完璧ですよね、富樫の、まあ、コントロールから後ろから人数をかけてきましたからね。今度は徳島のチャンスシーン、徳島も前半ほとんど流れの中でチャンスがなかったので、こういうコーナーキックでねわずかにチャンスがある程度でしたね。そうですね、秋山の惜しいシーンがありました。さあエンド変わって後半です。これも町田のチャンスシーンです。途中から入ったジョッチ君のシュート、サイドネット、そうですね、迫力ありましたよね、真ん中を割ってきましたからね、まあ、町田らしい、中央を使って、まあ、ターゲットを使ってそこに入り込んでくるというプレーでしたね。起点になったのは土井。さあそしてこれはゴールシーンです。徳島川田が抜けて、そしてシュート、いや見事です。いや素晴らしいですね。まずこの抜け出しの駆け引きの中で、まあ、味方がよく見てたということと、はい、やはりこのかわした後キーパーをちらっと見た後もうシュート迷わずね振り抜きましたからね、素晴らしいですね。今シーズンの初ゴールは移籍後初ゴールでした。まあ、これぞストライカー、結果を出しました川田。ただ徳島先制した後はもう防戦一方で、町田にね何度も徹底機を作られました。これも戸高のシュート惜しかったですね。これもね、そうですね、さらには87分、これはもう決定機でしたけどクリアしたのが町田、川田だったんですね。そうですね、もう完全にこれは徳島やられましたよね。